この研修会は県内の女性議員の連携や活躍の推進を図ろうと去年立ち上げられた宮崎女性議員ブーゲンビリアの会が年に2回行っているものです。研修会には県内市町村の女性議員およそ30人が参加、県産婦人科医会の川越康之会長を講師に迎えて子宮頸がんに関する県内の現状などについて説明を受けました。県内の女性議員は統一地方選挙の後40人から61人へと大幅に増加したものの、各議会では依然少数派となっていて、自治体の枠を超えた連携が課題となっています。この研修会は11月にも行われることになっています。